島ちゃんさ、まだ準備できないの？それじゃあ椿園に行くぞ。連中も警戒してるはずだ。半端な覚悟じゃ帰り討ちに遭うかもしれねえ。準備は大丈夫か？大丈夫や。早いとこ案内してくれ。はん、やる気じゃねえか。今度こそ俺を失望させないでくれよ、真島ちゃん。よし、出発だ。悪いな、ばあさん。俺たちはお目当ての子がいるんだ。拙者やな。どこ行きはんの？あそこだ。弁天屋。あそこに誠が。西谷の話が正しければそういうことになるな。待っとれよ、誠。どっちから行く？まどろっこしいのはよそうぜ。俺は左、真島ちゃんは右。二手に分かれて女探すぞ。佐川藩一人で大丈夫なんか？心配すんなよ。見つけたら容赦なく殺すだけだろ。日教連だろうが世良だろうが牧村誠だろうが。せいぜい玉切れにならんようにな。真島五郎さんですね。せやったらなんやねん。世良の親父はあなたを殺さずにことを収めたいと思っています。東条会の情けをかけられてるうちにこの件から身を引いてください。大門隠してこそこそうろつくような男に情けかけられる覚えなんかないで。聞く耳を持ってください。これ以上奥へ進もうとすれば生きて返すことはできません。ほうほう、そりゃよっぽど大事なもんを奥に隠しとるんやな。ますます行くしかないやろ。どうしても引く気はないってことでいいんですね？当たり前やろが。くどくど言っとるんで誠返すか俺に殴られるか決めんかい。どちらもお断りします。手加減は無用だ。日教連の恐ろしさを身をもって知らせてやれ。
やろうな。えい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 待て。
セラ、日教連を相手にここまでたどり着くとは、さすが島の組で鳴らした男だ。マコトは、牧村マコトはどこや。彼女は先ほどある人間に託されここを出た。なんやって、ある人間って誰やねん。そう焦るな。それは花からお前に伝えるつもりだ。信用しろ、俺はお前の敵じゃない。せやったら組員を襲わせたのはなんで。手荒な真似をして悪かった。しかしお前の覚悟を知っておきたくてな。覚悟やと。
知っての通り日教連以外にも牧村誠を狙っている組織がある。そのほとんどが俺の予想の範疇だったが、一つだけ思いもよらぬ展開になった。それが真島、お前の存在だ。3年前、忽然と島の組から消えた組員がなぜ今蒼天堀にいるのか、そしてなぜ牧村誠に関わっているのか。近江連合の佐川に弱みを握られてお前が動いたことは想像がついた。だがここからが分からない。なぜ佐川を裏切って牧村誠を助けようとしたのか、彼女の価値を知ってそれを独占しようとしたのか。俺は誠の価値なんか。そう、お前は知らない。じゃあなぜ危険を冒してまでここにたどり着いた。あの女に惚れたってことか。まさかな。お前が俺の何を知っとんね。俺が人助けたらあかんのか。そうカッカするな。何であれ彼女を助けたい一心だな。分かった。お前の気持ちを踏みにじる気はない。だが今は東条会の未来を左右する重要な事態だ。すでに多くの血も流れてる。もしも生半可なヒーロー気取りで首を突っ込んでるなら受け入れがたい。お前の覚悟を知っておく必要があってな。ずいぶん物騒なやり方やの。で、確かめた結果はどないやねん。俺は慎重派でね。結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済まないんだ。真島、もしも命を懸けて牧村誠を守る覚悟があるなら俺を倒してみろ。そしたら誠の行方を教えてくれるんやな。ああ、二言はない。あんたのやり方に従うんは尺やが、俺も手っ取り早いんは言葉より拳や。ええやろ、やったるわ。お前の覚悟を見せてもらおう。
どうや、満足か？ああ、お前の牧村誠への覚悟は痛いほど伝わった。ほなさっさと言え、誠は誰の手に渡ってんや？不動産会社の人間だ。不動産会社？なんで不動産屋が？本人も知らないところで牧村誠は土地の所有者になっていたんだ。その一坪で10億と言われる空の一坪のな。一坪10億？そんな土地どこにあるんや？お前のよく知った町だ、カムロ町。誠はカムロ町に連れてかれたんか？ああ、今空の一坪を誰が手に入れるかで東上界が大きく揺れている。土地の10億なんてのは目先の金に過ぎない。空の一坪はカムロ町の再開発に絡んで莫大な金と権力をもたらす鍵なんだ。それで極道が非力な女から力ずくで土地取り上げようとしてるっちゅうことか。ちょっと留守にしとる間に東上界も落ちたもんやな。信用してくれ、
俺は決して彼女に危害を加えていない。お前がそうやったとしても他の連中が誠を奪いに来るやろ。現に車ごと爆破される寸前やったんやで。せやのに不動産屋に渡してやと、誠を奪ってくれ言うてるようなもんやないか。普通の不動産屋とはわけが違う。彼らの手に守られているうちは安全だ。不動産屋ごときに誠が守れるわけないやろうが。その不動産屋の名前と行き先を教えかい。教えてどうする。カムロ町へ行くに決まっとるやろ。それがますます彼女の命を危険にさらすことになるとしてもか。どういうことや。カムロ町に向かうのはお前一人じゃ済まないだろう。佐川か。やつは必ず牧村誠を殺そうとするだろう。お前がカムロ町に来るということは危険を持ち込むことになるんだ。本当に彼女を思うなら蒼天堀にとどまり佐川を食い止めることが最良なんじゃないのか。不動産屋が絶対に誠を守れる保証はあんのか。もしも俺を信用できないんならその銃で俺を撃ち殺せ。不動産屋の名刺は胸のポケットに入ってる。死体から取って持ってけ。俺はお前を信用して話した。あとはお前が俺を信用するかどうかだ。誠にかすり傷一つ負わせたら承知せえへんぞ。命がけで守る。お前は蒼天堀にとどまり佐川を。のこの泥棒猫が。ナイス連携プレーだぜ真島ちゃん。俺に撃たせるためにこいつを丸腰にしてくれたんだろ。こいつか。牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ。知りたかったんだろ。立花不動産桐生一馬。こうなりゃ檻から出るっきゃねえな真島ちゃん。あ？蒼天堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ。行きたいだろ神室町。ええんか。だってよ神室町行って牧村誠を探すしかねえじゃねえか。こうならよ地獄の果てまでもあの女追いかけて殺すぞ。俺とお前でな。堂島組幹部阿波野の包囲網はついに桐生を神室町に追い詰めるが、立花の決死の覚悟が堂島組の一瞬の隙をついた。やがて殻の一坪をめぐる熾烈な争奪戦はついに
東日本の裏社会を牛耳る東条会本家をも巻き込んでいく。目まぐるしく書き換わる極道たちの勢力図が新たな局面を迎える中、桐生は事件の鍵となる空の一坪の所有者の名を明かされた。その人物の名は牧村誠。蒼天堀にいるという彼女を神室町に無事連れ出すことが、桐生や立花にとって堂島組に対抗しうる唯一の手段だった。こいつか、牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ、知りたかったんだろ。立花不動産、桐生一馬。どうも落ち着かねえな。ん？前に俺がいた頃の蒼天堀とはどこか違う、似て非なるものって感じか。あんた蒼天堀にいたことが。神室町に来る前は俺も立花社長もこの町にいた。ほんの1年半くらい前のことだ。その頃の俺らはマフィアと名乗っちゃいたけど、ほんの 4,5 人の所帯でね。ただ社長はその頃から近江のヤクザにさえ一目置かれてた。で俺は社長の腰巾着だったわけね。立花が腕なくしたのはその頃の話か。まあね。当時組んでた奴が今小副長にしてちょっといかがわしいビデオショップやっててな、キャルって名前の店だ。お前先に一人でそこに行っててくれるか。話は全部通ってる。俺はその前にちょっと寄るとこがあるんでね。寄るとこ。この街の今の様子を知っておきたい。蒼天堀で動いてたうちの人間と情報交換してくる。渋沢組と近江連合の動きも少しは分かるかもな。そうか。お前にはビデオ屋でセラって男からの電話を受けてほしいんだ。そいつが今例の牧村誠をかくまっててね。電話で彼女を引き渡す段取りを伝えてくる。セラってのも立花不動産のもんか。いや、東条会の人間だ。日教連って組織のな。日教連、聞いたことねえな。俺もよくは知らねえが、そのセラって男は風間の親分さんと通じているらしい。うちの社長が掴んだ情報をもとに蒼天堀で牧村誠の行方を探してたんだ。なるほどな。で、要するにあんたが街をぶらついてる間、俺は電話番ってわけか。そういうこと。じゃまた後でな。
か。いらっしゃいませ。ん？初めてのお客さん。うちはええもん揃ってますよ。どんな趣味嗜好でも絶対お好みのが見つかりますわ。まあベータか VHS かだけは気ぃつけてくださいね。俺は立花不動産のもんだ。小田から話が言ってるはずだが。なんや、そんじゃあんたが桐生さん。ああ。ほなちょっと待ってな、奥に部屋あるから。うん。特別なお客にはここ、中に電話もあるで。セラいう人からの電話がそこにかかってくる。ここはあんたの趣味の部屋ってことか。立花さんもお気に入りやった。この部屋作る金全部出してくれたしな。まあくつろいで。ほんで立花さん元気しとる？ああ、まあな。人工透析でしんどいんやろ？蒼天堀いる頃はまだ透析やってなかったんやけどね。あんた立花とは長いのか？どっちか言うと小田さんとの方が長いな。僕は小田さんともう二人くらいでケチなグレンタイやっとった。そこに2年前一匹狼やった立花さんが現れたんや。きっかけは肩がぶつかったとかしょうもないいざこざやったと思う。せやけどたった一人の立花さんに僕らまるでかなわんかった。喧嘩で負けたことない小田さんかて子供扱いやったで。今の立花からは想像つかねえな。まだあの人が片腕なくす前の話や。せやけど立花さんにボコボコにされて意外やったのは小田さんの反応やった。ん？立花さんの器量にぞっこん惚れ込んでしまいに自分たちの頭になってくれってな。まあ貫禄の差や。立花さんは生い立ちからして普通とちゃうしね。何のことだ？聞いてない？立花さんは中国残留孤児の2世やで。中国残留孤児？立花さんのお母さんは日本人やった。中国で生まれてすぐまだ赤ん坊の頃に戦争の大混乱で親と離れ離れになって旧満州に取り残されてな。中国人農家に拾われて年頃になるとそこの子供と結婚させられたらしい。立花さんはその間に生まれたんや。立花さん日本人の子や言うて周りからえらいいじめられたそうや。戦争のことで中国人はみんな日本を恨んどる。日本人言うだけでいつ殺されてもおかしない雰囲気やった。けどその土地のマフィアだけは立花さんを理不尽な目に遭わさんかった。連中もほとんどが金なかったり家柄悪かったりの鼻つまみやからな。で立花さんも自然とガキん頃からマフィアに馴染んでったそうや。僕らとじゃ年季がちゃう。小田さんなんて年は自分の方が上やのに立花さんのことは
兄貴や呼んどった。おだよう、店はほったらかしか。客が困ってたぞ。あれ、ほんま。ほな、ごめんな。ごゆっくり。あいつ、話長かったろ。ああ、あんたらの話を聞かされてた。もしかして俺が社長に惚れ込んでたとかって話か。話半分に聞いとけよ。それよりあんたの方は案外戻りが早かったな。ああ、でも面白い話が聞けたよ。何日か前、牧村誠の死体ってのが蒼天堀に浮かんだらしい。何？本人は生きてんだからもちろん別人だ。他にも何件かドンバチあったらしい。要するに近江だか渋沢組だかがいろいろ動いてるってことで、そいつらは今も牧村誠を狙ってる。ま、愚痴っててもしょうがねえ。電話番号ある。飯でも食ってきたらどうだ。え、いい大人が二人して電話番することねえよ。それもそうだな。
それは。ちゃあ、そこの顔が気に入らんね。後悔するなよ。メンチ切ったやろ。目障り。
さ、とりあえず金出せ。後悔するなよ。さっさと来い。金ならあんで。どないでっか。飲んでてや。ちょっと居酒屋ね。お金ちょうだいや。お金。後悔するな。Thank you.
和田さんやったらさっきの奥の部屋におるで。世良いう人から電話あったらしいな。そうか、わかった。あ、ちょう待ち、今から大事な交渉事なんやろ。あんたもう準備はええんか。準備？せや、どないな仕事かは知らへんけど、きっと最近町で起きてる極道絡みの事件と関係あるんとちゃうか。それは俺の口からは言えないな。とにかくあの立花さんが関係しとることや、平穏無事で済むはずがない。何が起きても不思議やないっちゅうことや。なるほど。せやろ。ほな悪いことは言わん。大丈夫だ。そうか。来たな、桐生。ああ、世良から電話があったんだな。そういうこと。牧村誠の引き渡しは椿園の弁天屋って料亭でやることになった。椿園の弁天屋？ああ、そこの座敷でこれから世良と会う。周りに異常がなければその場で牧村誠を渡される。これからすぐか。嫌にバタついてるな。町中女を狙う連中で溢れてんだ。そんなお行儀よくことは進まねえよ。牧村誠は自分が殻の一つを相続してたことを世良に聞かされて初めて知ったらしい。土地の元の持ち主だったじいさんが2年くらい前に死んでんだが、その時には誠はもう家出してた。家出？ああ、それで誰にも居場所が長いことつかめなかったんだ。しかもその後何があったのか、彼女は目が見えなくなった。そんな不幸続きの中、相続することになった一坪10億、神様がかわいそうな子に手を差し伸べたってことか。そこら中からヤクザに狙われるっておまけつきだがな、彼女が神様に感謝してるか聞いてみるといい。いや、聞くまでもね。彼女もここ何日かずっとヤクザに詰められてたらしい。周りで死人も出てるってよ。何にしても土地に執着もねえし、さっさと手放したいそうだ。そうか。よし、それじゃいいか。女連れ出す段取りはこうだ。まずお前が弁天屋の中で女を受け取る。俺はその間外で店に出入りする客のチェックだ。で、弁天屋を出たらまず京都まで行く。そこから先は新幹線だ。新大阪から乗るのは危ねえってことか。一応の用心だ。近くの駅は渋沢や近江の連中に見張られてる可能性がある。ああ。なあ桐生君、お前はこの時のために立花不動産に入ったようなもんだ。いよいよしっかり働いてもらうぜ。何が起きても牧村誠を守りきれ。殻の一粒さえ手に入りゃ風間の親分さんを守る道も見える。ここが椿園。あんまりキョロキョロすんな。いいか、俺はここで怪しい奴が店に入ってこねえか見てる。分かってる。また後でな。立花不動産の桐生さんです。日教連の世良だ。座ってくれ。
立花不動産の桐生です。前から風間さんに聞いてた。それにお前の今の状況も全部承知してる。ただ今世間話の時間じゃない。こちらが牧村さんだ。立花不動産の桐生です。牧村です。お世話になります。もう一人織田という者と私で神室町までご一緒します。護衛ってことですよね。ええ。私は祖父が死んだことも今まで知らなかったんです。祖父の聞いたこともない土地のせいでこんなことに巻き込まれて。お察しします。この間私を守ってくれた人も殺されました。ずっとお世話になっていた人が。お金なんてどうでもいいです。早くその土地を手放させて。わかりました。立花さんによろしくな、桐生。ええ。失礼します。それじゃ。急げよ。おい、早く来い。え、今の声。どうかしましたか。何してんだ、早く乗れって。行きましょう、牧村さん。はい。どうした。いや、わからねえ。申し遅れました。桐生の同僚で織田っています。あれ、なんか嫌われちゃいましたかね。桐生、右車線、後ろの車。うん。少し前からずっと同じ距離でついてきてる。スピード上げてきた。渋沢。何？気づかれてた。おい、飛ばせ。はい。何が起きてるの。マジかよ。
殺す。お前なんでこんなもん。言ってる場合じゃねえだろ。さっさと落ちまくれ。
追っ手が来ないとも限らねえ。一旦高速降りるぞ。しばらくここに隠れる。ちくしょうめ、渋沢どっから俺らのこと気づいてたんだ。落ち着けよ、だ。彼女が不安がる。うせえ！それが何だ？私は大丈夫です。こっちは大丈夫じゃねえんだよ！何やってんだ、お前。下の様子を見てくる。悪かった。あんた、怪我してないか？痛むところは。キリュウさんでしたよね。ああ。小田さんのことで聞いてもらいたいことがあります。何？私は多分あの人を知っています。え？やっぱ気づいてたんだ、織田。動くな、キリュウ。動くなっつったんだ。何してんだ、お前。悪いけど、俺はこの女を立花社長に会わせるわけにはいかねえんだ。なんだと？だから、お前らには死んでもらうしかねえ。大丈夫か、牧村さん。その杖は？世良さんから万一の護身用にって。でも立花不動産の人に使うことになるなんて。どういうことなんだ、織田。なんで裏切った？あんたは立花の兄弟分じゃなかったのか？キリュウさん、その人の左腕、入れ墨が入ってませんか？コウモリの。織田。2年前その人に監禁されて売られたんです。何？どういうことだ？言葉通りの意味だ。その女にしてみりゃ、俺は殺しても殺したりねえってやつだろうさ。だから俺ら二人とも殺すってのか？
立花と彼女を合わせられねえってのは何だ。意味が分からねえようだ。どういうことなんだ。一から説明しろ。織田！分かったよ、話す。この入れ墨は俺が頭張ってたグレン隊のメンバーの証だ。俺が大陸のマフィアに借金して日本に密航してきたのは5年前でね。それ以来この町で金になることなら何でもしてた。盗みもやったし叩きもやった。女騙して売り飛ばしたのも一度や二度じゃない。その女もたまたまそのうちの一人だっただけだ。それが立花とどう関わってる。俺が立花さんと出会ったのはそれからほんの少し後のことだった。あの人は初めて俺を力でねじ伏せた男だ。差がありすぎて敗北感さえなかったよ。そしてその力が底辺を這うしかなかった俺に夢を見させてくれたんだ。俺はあの人に兄貴になってくれって頼んだよ。俺らの入れ墨も入れてもらった。プライドもクソもねえ。あの人を見越しに担ぐことが俺の役割だと知っただけだ。なのに立花さんが片腕をなくしたのは俺をかばってのことだった。敵対グループに不意打ちされてね。その時俺は立花さんだけはこの先も絶対に裏切らねえと誓った。だがよ、そう思った矢先だ、俺は立花さんと一緒にあのことを知っちまったんだ。テレビで中国残留孤児の特集番組がやってて、そこに何年か前の古いニュース映像が流れた。日本に肉親が見つかったって残留孤児が来日してる場面だった。その子の姿見てすぐに思い出した。俺が最近韓国系の組織に売り飛ばした女だってな。年頃も合う。それだけなら笑って済ませるとこだ。でもよ、母さん、シャオチャオ、信じられなかったよ。俺が何の気なしに地獄に突き落とした女は俺が心底尽くそうと思った兄貴の生き別れの妹だったんだ。牧村誠か、立花の妹。本当なんですか、その話。この子に及んで嘘はつかねえさ。取り返しがつかなかった。いくら過去のことでも立花さんは俺のしたことを許しはしねえだろう。なら俺がやれることは二つに一つ。破滅を覚悟で社長にあんたを会わせるか、もう一つ、あんたの存在をなかったことにするか。それが
お前が大阪についてきた本当の理由か。ああ、俺の他に誰も俺がその女を殺す動機を知らない。渋沢組か近江連合に殺されたといや、俺が疑われることはね。けどそれももう終わりだ。おい、こっちだ。こっから上に上がれるぞ。渋沢組だ。くそ。小田さん、立てますか。は？早く逃げないと。あんた、まだ俺と一緒に逃げる気か。どこまでおめでたいんだよ。キリュウ、銃くれねえか。俺が奴らを仕留めする。何？俺はこの怪我だ。どうせ死ぬなら橘さんの役に立って死にて。オーダー。虫のいい話だけどさ、あの人に俺がそう言ってたって伝えてくれねえか。俺は本当に橘さんが好きだったって伝えとく。だが無茶はすんな。そうすりゃ命までは取られねえはずだ。キリュウ、どうせてめえはここで終わりだ。Yeah!
待ってる。キリュウさん、これは抵抗しても無駄だ。覚悟はいいな。女どこだ。わかりませんよ。もう橘を裏切って俺についたんじゃなかったのか。なんですぐ俺に女落とさなかった。あんたらがセラに先越されたからでしょ。女は蒼天堀にいるって教えてやったのに。もっと早く女捕まえてくれてりゃ俺は大阪に来るまでもなかった。鬼神会の西谷ってのが大金払ってやったのに下手打ってな。まあ下手打ったな。お前もだ。何もしねえから安心してくれ。目立たねえとこに泊まりたかっただけだ。分かってます。兄は今どんな人ですか？普段はえらく冷静な感じだ。それに頭が切れてめったに感情を出さない。そう、私の知ってる兄とはだいぶ違うみたい。あんたはいつからあいつに会ってないんだ？10年前。私は10歳で兄もまだ15だった。なのに兄さんは私と母さんを捨てて日本に、大阪に行くつもりとまでは聞いてた。そっか、だからあんたは蒼天堀にいたのか。橘を探すために。東京から家出して蒼天堀で、私中国人を見たら兄を知りませんかって聞いて回ったの。でもその中にコウモリの入れ墨の男が。小田か。あの人は私の探している兄に心当たりがあると言ってた。それでついて行っちゃったの。けどさっきのあの人の話だと、あの時兄を知っていると言ってたのは嘘だった。本当バカみたい私。それでもあんたは今度こそ兄さんに会える。カムロ町でな。兄が
どんな風に変わってしまったのか少し怖い。私の知っている兄は強い人じゃなかった。中国にいる時、私も兄も日本人の子だっていじめられてた。映画館で暗くなるとね、周りの席からみんなが唾かけてくるの。上映中ずっと私も兄も怖くて動けなかった。兄は自分の身を守るためにマフィアになるしかなかったんだと思う。そして中国を出たの。私の方はそれから何年かして日本に祖父がいると分かった。母は堂々と中国から出られるってすごく喜んでた。私も同じ。ただ日本の祖父が優しく迎えてくれたのは最初だけ。え？だって家族なのに全然言葉が通じないんだもん。だから私は中国語を忘れるくらい日本語勉強して、祖父にも日本にも馴染もうとした。でも母は日本語を覚えられないまま自殺しちゃった。最近まで私のこと助けてくれた人たちも、一人は殺されて、一人はもうどうしてるかもわからない。私の人生ひどいよね。なんか、ああ、ひどいな。長いこと暗い道を歩いていると、この先もずっと暗いもんだと思っちまう。前に進むことが嫌になる。自分の道がこの先どうなってるか分かってる奴なんてこの世に一人もいねえ。俺らにできるのは立ち止まって泣くか、一歩でも前に進むかの二つだけだ。あんたはどっちでも好きな方を選んでいい。入り口までは俺が案内してやる。私、カムロ町に行きます。兄に絶対に会いたいんです。だから私を連れてってください、キリュウさん。ああ、おい、いるか？ん？おお、なんだ、キリュウさん。あんたまだ生きてたの。お？おいおい、
べっぴんさんだけど、あんたこんなとこに女連れかよ。悪いが他に行くとこがね。また少しの間かくまってくれ。しょうがねえな。本当にむさ苦しいところですが、特に匂いとか。大丈夫です、すみません。いや謝ることはないけどさ。なあ桐生さん、やっぱりこんなとこに若い子を置いとくってのはちょっとな。分かってる。私の兄が迎えに来るまでお願いします。お兄さん。ああ、ただ電話しても繋がらねえんだ。だから俺が直接そいつのところに行ってくる。それまでの間彼女を頼む。お兄さんってどこにいるんだよ。アジア街にいるはずだ。なんだ、カムロ町の中か。何日も預からなきゃいけないのかと思った。でもアジア街ならこの子を連れて一緒に行けばいいじゃない。堂島組に狙われてる。今は俺じゃなくて彼女の方がだ。安全か分からないうちはアジア街にも連れて行けねえ。堂島組に狙われてるって、この子がなんで。あんたは知らねえ方がいい。そっか。まああんたにはホームレス狩りから助けられた義理もある。分かったよ、引き受けた。